ですけど、今日は久しぶりにナチュラルメイクがしたい気分になりまして、今日はねナチュラルメイクをやっていこうと思います。でナチュラルメイクに必要なことは皆さん何だと思いますか？はい、そうです、素材の良さです。なので素材をねどうにかこうにかちょっといい感じにレベル上げしていこうと思うので、まず最初にこちらフェイスの美顔器ですね。これで顔も一回り小さくしていきます。あのね、ジェルを塗ってから感じで顔面引き上げ作戦。最近髪の毛切ってからメイクがもう濃いめばっかり、なんかモードな感じというか、その髪の毛を切ったことによってね、カジュアルめな服が似合うようになったというか、かっこいい感じに見えるようになった気がするというか、なんて言うんだろうな、なんか前まで結構髪の毛が長かったせいで、どんなメイクとかをしても結局なんかかっこいい感じというよりかは、まあよく見える感じになったというか、伝わりますか？この髪の毛長い時に濃いメイクをすると結構なんか魔女っぽい感じだったんですけど、ショートになってからよりカジュアルに見えるようになって、そのバランス感がすごい良くて、最近はね濃いめのメイクばっかりしちゃってるんですよ。なので今日はちょっとナチュラルメイクをね久しぶりにしてみたいと思います。伝わるかな？こっちの方がねすごいスッキリした感じがすると思います。口角とフィッチとかちょっと上がってる感じするかな。あと鼻の位置とかもねちょっと上がってる気もするし、ね、目もピッとこっちは上がってる感じがわかるから、ね、伝わりますか？あと顔がむくみやすい人とかすごいおすすめです。寝起きさ、すごい目が腫れて顔も腫れてみたいな人いるじゃないですか。なんか私結構寝起きから顔むくんでるとかそういうのないんだけど、私の妹とかはもう寝起き誰？あんた誰？みたいなぐらい目とかすごい腫れてて、なんかもう別人みたいになるのね。体質によってやっぱ寝起き寝たらちょっと顔がむくみやすいとか、そういう人にはめちゃくちゃこれおすすめです。顔が元気な感じになりました。そしたらファンデーションのせていくのに、ちょっとねこのジェルベタベタの感じが私は好きじゃないので、また拭き取りしていきます。日が沈んできちゃったナチュラルメイク面にしていきたいっていうのもあって、下地はこちらミニサイズのマキアージュのドラマティックセンサーベースのトーンアップ、ちょっとラベンダーカラーの下地をちょっと塗っていってみたいと思います。普段色付きの下地って本当にほとんど使わないんですけど、っていうのもその色の色素というか入ってると、どうしてもやっぱり下地とかでも色味が入っていることによって厚塗り感というかやっぱ少しね出ちゃうんですよね。私はカバー力がね強めのファンデーションを使うのが好きなので、基本的には下地は色味が入ってなくて厚塗り感が後々ねファンデーション塗った時に出ないような下地をね選んで使うことが多いので、あんまりね色味けるようにしてるんですけど、あと明るくなりました。エスポアのピーチグロウクッションプロテーラーのベージュ使っていきます。ちょっとねこのファンデーション白いんだけれども、ちょっとこのファンデーション混ぜようかな。これがパッドさんのブランドのファンデーションで、カバー力が薄めなんですけど、ちょっとこの2つ混ぜて塗っていこうかな。こんな感じでクッション取ったら、普段ちょっと使わないタイプのファンデーションなんですけど、マジでお肌はツヤツヤに見えます。ちょっと暗くなってきちゃったので電気つけます。お肌のツヤ感伝わりますかね？猫もツヤツヤです。なんか久々にツヤ肌って感じ。そしたら眉毛描いていきます。今日は眉毛は明るめ使うのがこちらミシャのパーフェクトアイブロウスタイラーっていうやつで、色がね感じの明るめカラーです。眉毛は当たり障りない感じ、太くもなく細くもなく。で
眉頭はブラシでちょっと柔らかくしておくと全体的にね柔らかいでしょ、顔全体が柔らかめに見えるのでこれは大事です。でフェイスパウダーはツヤ肌っぽく仕上げたいので少量で済ませていきたいから、ちょっとファンデーションがね肌の上で乾燥してきてぐらいにね、眉頭ちょっと近めの方が今っぽい感じがするので、ちょっとね眉頭は優しく仕上げてるんですけど、ちょっと幅狭めに仕上げてます。アイブロウマスカラ、こちらジュードハウスの結構黄色めなの で今日カラコンはねすごいナチュラルなものを入れてみました。はい、眉毛はこんな感じです。そしたら次二重作っていきたいと思います。で二重作る前にちょっとまぶたの目細工で二重作っていきます。あ、せっかくだからこっち使おうかな。ダイソーで最近出た二重ファイバーテープっていうのが新しく出たんですよ。買ってみました。30本入って100円です。安い。やっぱ目細工ってとってもいいんですけど、やっぱ値段がね結構するから、若い時とかはね全然買えなかったんだけど、すごいね今ダイソーからもファイバーテープが出る時代ですよ。ファイバーテープ自体はこんな感じ。ちょっと試しで使ったんですけど、粘着力がねちょっと弱めので、このね下地はしっかり塗った方がいいと思います。結構ね引っ張ると切れやすいんですよ、これ。こんな感じで、なのであんまり引っ張りすぎないように。で今日はちょっとナチュラルメイクなのでそんなに幅広げずに、ツヤ系のファンデーションはすぐ剥がれてきちゃいますね。ファンデーションがもうね剥がれてくる感じがね結構私苦手なんですよ、ツヤ系の。皆さんどうしてんだ。厚かけると切りやすいので、あでも慣れたら全然ねいいと思う。ちょっと幅広くなっちゃったっていう時はもう一本こっち重ねます。このね上から同じところにもう一本重ねるとこんな感じでちょっとだけ持ち上がりが少し強くなって幅が広がるんですよ。で私右目の方が二重にしづらくてちょっと重たいので、こんな感じでね2本結構つけることも多いです。100円でもすごい変わらない仕上がりなんですけれども、やっぱりその切れやすさだったりとかくっつく感じの粘着力の弱さっていうのはあるので、やっぱりね私的にはこっちのね本家の目細工の方が好きなんですけれども、でも安いっていう面ではね結構じゃないかなと思います。ルナのコンシーラー塗っていきます。今日はちょっとナチュラル目を意識なのでガーガー塗らないで、ちょっと欲しいとこだけ。このルナのコンシーラーは本当密着力も良くて崩れにくいので、あんまり崩れて欲しくないなってところで重ねて塗ってちょっと塗れにくく、ね、全然違いますね。コンシーラー塗るとこっちの方がピッて上がって見えて若く見える気がする。でまぶたの上もこのヘックスでのパープルのフェイスパウダー、やっぱねパープルのフェイスパウダー塗りたい。こういう大きい目のブラシに粉を多めに取ってポンポン置きしていきます。眉間のとことおでこ、ちょっとねよれやすい眉尻のところとか鼻の横で、ツヤ感もねちょっと消えてほしくないのであんまり出しすぎないように、一番
番よれやすいのがこの目の下のコンシーラーの部分なので、ちょっとしっかり塗ってします。こちらシピシピフレッシーシャドウ R のキャラメリゼっていうカラーです。こっちが2番のピーチタルトっていうカラー、これねクレナちゃんが送ってくださって、めっちゃ可愛いシピシピの新作のアイシャドウです。なんかインスタライブでこっちのね1番キャラメリゼは使ったんですけど、このね2番ねまだね見ての通り開けてなくて、2番のピーチタルトの方は全体的にちょっとマットで、ここがねキラキラになってて、すごい私好みな感じ。こっちもこっちでねすごい可愛くて、これ使った時ねめっちゃ可愛かったんですよ。この2つちょっと合わせて使っていこうかなと思います。このマットカラーを取ってアイホール全体にのせていきます。でいつもね結構がっつり広めにのせちゃうんだけど、今日はナチュラルメイクなのでそんなにね広くのせすぎないように。ここのキラキラ、ここがねめっちゃ可愛くてめっちゃキラキラなんですよ。このキラキラを目の中心のとこ、めっちゃチラ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 可愛いんですよ。細めのブラシにここのね締め色カラーを塗っていきます。でこれでアイラインみたく、でこのね目頭のここのね色を取って、ちょっとだけでちょっとここのねラメもね使ってみようと思います。めっちゃ可愛いんだけど、こっちはちょっとピンクベース、みんな大好きシピシピの涙袋ライナー。なんか涙袋ライナーって私結構苦手なんですけど、これはねマジで使いやすくて、色味がねめっちゃねちょうどいいんですよ。薄すぎず濃すぎず。アイライナーはメイベリンのスーパーシャープライナーのピーチブラウンだったかな。これがねまたいい色なんですよ。わかりますか、ブラウンなんだけどピーチが入ってるようなちょっとね薄めな赤みのあるブラウンっていう感じで、これね絶対好きな人多いと思う。私めっちゃ好きなんだけど、セザンヌのアイライナーなんだけど、これブラウンなんですけど、ブラウンって意外と目にのせると意外と黒に近いんですよね。意外とブラウンってすごい黒に近く見えちゃって、メイクがねすごい濃く見えちゃうんですけど、このねピーチブラウンはねマジでいい色です。私これは眉毛の毛をね一本一本描くのにも使ってるぐらいです。ほらめっちゃいい色じゃない。目元が濃く見えないんだけど、しっかりとね目は引き締めてくれる。やっぱり二重幅が狭いとまつげがより長く見える。まじょまじょのマスカラ下地、長さを出しつつ束感もねしっかり綺麗に、このねコーム型のブラシが束感もね綺麗に作ってくれるので、マスカラは、ヒロインメイクのロング&カールのブラウンです。下地塗ってあるので本当一度塗りだけで綺麗に束感と長さが完成します。シェーディングはこのフラワーノーズのラブベアシェーディングパレット、超可愛いんですけど、これ一目惚れで買いました。でも中もめちゃくちゃ良くて、ね、ノーズシャドウカラーとシェーディングカラーとハイライトカラーが入ってます。ハイライトはねちなみにマットカラーなんですけど、このねシェーディングがなんか赤みも強くなくてすごいね使いやすくて、唇
ここにね今ねクライシャドウ入れてるんですけど、ここまでねオーバーリップするのでまあちょっと不自然なんですけど大丈夫です。ナチュラルメイクの時はシェーディングはねそんなに今日はピンクでもこれを使っていこうかな。 MAC のパウダーブラッシュのメルバっていうカラーなんですけど、ピンクなんだけどベージュピンクというかちょっと本当ねブラウンが若干入ってるようなピンクなんですよ。カメラで伝わるかな。こっちがねちょっとザ・青みピンク、ピンチオーピーチっていうカラーなんですけど、ザ・ピンクって感じでザ・青みピンクみたいな感じなんだけど、こっちねこうやって並べてみるとピーチ系に見えるんだけれども、そうじゃなくてちょっとベージュが入ってる落ち着いたピンクカラーです。これはね色黒さんでもすごい使いやすいピンクカラーで、もうね色黒さんがのせるとちょうどよくすごいピンクに見えるんですよ。こうやってね単品で見た時とちょっと塗った時のね色味ね若干やっぱ変わりますよね。肌色によって変わるので、さっきのこの白身っぽいピンクを少しね重ねてあげるとフワッと感が足されて可愛くなります。でちょっとね若干チーク濃いめにのせてます。そしたらハイライト入れていきます。スプレーがいつものメイクキープミスト。今日はナチュラルメイクなのでパキーンっていうハイライトじゃなくて、このローラメルシエのマットラディアンスベイクドパウダーハイライト01番、ちょっと繊細な綺麗なツヤ感の出るものを使って、結構濃いめのメイクの時はねこのハイライトメイクに負けちゃってあんまり映えないんですけど、ナチュラルメイクの時はすごいこのハイライト綺麗に。そしたらリップですね。何使おうかな。この最近いただいたリップ、きりまるちゃんが作ったリップなんですけど、これのねこの色がめっちゃ可愛くて、私のね肌の色に合いそうなコーラルベージュみたいな色なんですよ。これがめっちゃ可愛い。それにちょっとピンク混ぜようかな。これが03番、なんかね思ったよりもベージュっぽいピンク、うん可愛い。これがリップティントで結構ね持ちがすごい良くて、これに可愛いんだけどもう少し01番少しだけ足した方が私の肌トーン的にねちょっと明るめに見えるので、ピンクはピンクなんだけどちょっとコーラルが入ったピンクにしてあげるとやっぱりね全体的にパッと明るく見えるかな。はい、これでメイク完成なんですけれども、最後にすごい大事なポイントがあって、こちらキャンメイクのトランスペアレットフィニッシングパウダー SB、 こんな感じのねミックスされたパープルベースのベースパウダーなんですけど、これを塗ることによって全体的にねすごい顔がパッと明るく見えます。色黒の人とかそういう人はねこの顔の中心だけでもパープルのパウダーを塗ってあげるだけですごいね顔色がなんかあのパッと儚い感じの色味になって、よりねピンクとかが映えやすいお肌の感じに色味にしてくれます。でさっきちょっとチーク濃いめに塗ったと思うんですけど、このフェイスパウダー塗った時に、ね、この結構チークが中心の部分飛ぶので、その分ねちょっと濃いめにチークはつけてます。で口周りとかもね塗ってあげるとよりリップとかが馴染んでくれます。ただなんかこれね結構マシュマロフィニッシングパウダーっていう名前だけあって、あとマシュマロっぽいお肌に仕上がるので、どちらかというとマットな質感なので全然重たくないマシュマロのようなねふわっとした感じなので全然重たい感じではないんですけど、ただねツヤ感が消えちゃうのでこの顔の中心だけに塗ります。
ます。はい、ということでこれでメイクの完成です。着替えて髪の毛セットして戻ってきます。はい、ということでこんな感じで完成しました。ちょっとね、今日は可愛い感じにするためにちょっとカール強めに巻いてみました。ちょっと昭和感のある感じで、と顔周りはねちょっと外巻きにして、ちょっとねあんまりペタってなりすぎないように輪郭ちょっと見せるような感じで、顔周りは外巻きにして、はい。これがねちょっとナチュラルメイクかって言ったらちょっとナチュラルメイクではないかもしれないんですけど、私の普段のメイクからすると結構ねナチュラルメイクな方なんじゃないかなと思います。私がなんかお題で今日はナチュラルメイクしてきてくださいって言われたら多分こういう感じになるのかなと思う。それかもう本当にあとはカラーレスな感じにするかな。ということでね、今回ね結構 YouTuber さんたちのあのいただいたねコスメもね使いながらメイクしてったので、結構ね皆さんも見応えがあったんじゃないかなと思います。デートに行くメイクにすごいぴったりそうなメイクですね。ということで、はい、こんな感じでした。締め方がようわからん。こんな感じでした。はい。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。